植え替えもだいぶ進んで、これずっと植え替えた木、ずっとこの辺も植え替えた木なんですけど、ここら辺から植え替わってない木、春からずっとほったらかしになってる木が茂りすぎちゃって、もう水もかけられないぐらいになってます。もういよいよ剪定の時かな。剪定しないとまずくなってきましたよ。で、今日から少しずつ剪定しようと思うわけですけど、特にこの中で、どうしようかな。最初にやりたいのはね、カエデとか、これ匂い嗅いでもそうだな、葉物盆栽、イボタなんかも切りたいな。こういう葉物盆栽なんかは、特にこれ走っちゃったやつ、これ走ってるやつ先にやらないとな。枝が太っていっちゃうんでね、やっときたいね。今日はそこら辺から少しずつ剪定作業に取り掛かっていこうかなと思います。うわ、もうね、水がかけられないからね、やらないとダメなんだな。よし、こいつでいいか。ここから取り掛かろう。走らしちゃいましたけどね、楓の剪定に取り掛かりますよ。ね、見てわかるかな。わかるといいんだけど、わかるかな。ここだね、ここ。楓はこの最初の一節が短いのね。もみじとの違いで、ね、もみじはここビューっていっちゃうんだけど、楓はここ短いんでね、ちょっとぐらい遅れてもね、十分間に合うんで、この徒長枝のここで切っていきますよ、全部ね。で、細かいとこわかんないんでね、正直ね、こんな葉っぱ茂っちゃってる時はね、細かな剪定は冬にやることになると思うんでね、とりあえずこの短い一節で切ってきます。で、その上はね、もうこんだけ飛んでっちゃってるんでね、もうこれ使えないんでね、これはもう使えないんで、この一番元で切って、全部ね切っていくことになると思います。さ、作業に取り掛かりましょう。うちの会の会員さんなんかでもよくね、切ってくれって言って持ってくるんですけどね、ちょっとの間ほかっとけ、春先に切らずにちょっとの間ほかっとくように、置いとくようにって教えてるんですけど、これがピュッて伸びることで根が伸びるんでね、根が健康に成長すれば盆栽健康に育つんですけど、根が上手に伸び成長してくれないと木がね、傷んでっちゃうんでね、小さな鉢に負けてっちゃうんで、根を育てるためにね、これちょっとほかっといた方がね、いいんだよね。で、これで一回ちょっと一月ぐらい遊ばしとけば、木にね、力が蓄えられるんで、その後順調に伸びてくるんじゃないかな。一旦剪定してもね、強い剪定をしてもその後伸びてくるんで、ちょっとぐらい春は遊ばせてから剪定することを教えてますけどね。初心者さん枯らしちゃうとかわいそうだからね、木をね、買ったばっかの木をね、本に書いてあるからって剪定しようとかね、そんなことやってて枯らしちゃうとかわいそうなんでね、ちょっと遊ばせるように教えてますけどね、いつもね言ってますけどね。まあ遊ばせすぎてね、箸ぐらいの太さになっちゃったらダメだけどね、こんな程度なんでね、太ったちったって。大体徒長枝とかこれで切れたかな。で、ちょっとこれじゃ葉っぱが多いな、片葉買っていきますか。細かく剪定しがてらね、あんまり細かくやる必要ないよね、この時期わかんないんで、これ正直な話が。すかせばまた成長の余地ができて伸びてくるんでね、肩幅りかな、ほとんど2つあるうちの片方買ってきますね。よし、こんな感じで全体減らしていきますよ。だいたい徒長枝剪定して肩剥がりが終わったところだと思いますけど、まあ、切ってないとこもあるな、まあこんなもんでいいや。
来てないとこあるかな。まあある人だね。でまあ飛び出てるところ葉っぱ切っておこうかな。端切りにしちゃおう。まあの端切りにするとあの秋の紅葉つまんないけどな。あこのとこ使わないんで、どうせあの多分この程度の剪定じゃ夏は乗り越えられないと思うんでね、さらにもう一回伸びてくると思うんで、この後ね、あの切ったところから節からねもう一回伸びてくると思うんで、まあもう一回夏前に剪定することになりそうだな。できた。だいぶ透かせたでしょ、ね、木が見えてきました。まああと細かいとこ分かんないんでね、これで節にしときます。だいぶ思ったより透けたな。いい感じで、思ったより時間かかっちゃいそうだねこれね。まあ楓ばっかやっててもあれなんで、一本うわ匂い嗅いでこの辺でいいか。このむちゃくちゃになってるとこから一本花咲かせてますけど、次匂い嗅いで一本やってみましょうか。適当に持ってきたけど、こんな木でした。うわ、こんなに花咲いたことあったかな、今まで。もう根が詰まってんのかもしんない。木が古いんだね。さあ、これはもうほんと、これも同じですね。この一節で全部切り落としていきます。こっちのは簡単だな。すごいな。一節残して切っていきます。あのやっぱりねちょっとね力乗せてから切った方がね、この後の展開が楽なんだよね。あの春先に全部積んでいっちゃうよりもね、一月ぐらい遊ばしといてあげた方がこの後のねあの芽吹きっていうかあれがいいんでね、展開が楽だよね。あの春先の頭であんまり買っちゃうと、もうそのまま1年で吹いてこない時もあるやつもいるんでね、樹種によってね。あこれさっきの楓よりはるかに楽だな。楓も枝が込みんでくると大変だけど、まだこのぐらいなら楽でいいね。よく見ていきましょうか。よく見て、強いね。片刃買っとこうか。これは色ねね。ちょっと減らしときます。この下の一番下の枝は弱ってそうなので、置かっとこう。置かっておこう。ちょっと頭は端切りしちゃいましょう。はい、終了。剪定終わりました。まあ、基本的に上の方の枝を剪定して、歯切りして、ちょっと弱らせて。で、ちょっとどうしても弱ってる感じするんでね、下枝が。で、葉っぱはちょっと残しておきました。元気出るといいな。あ、ガリガリかけっぱなしになってんな、冬に。はい、これは終了。さて、これは。たくさんあるぞ。お昼になっちゃったので今日はもうやれませんけど、当分これはかかりそうです。終了。今日はボサボサっていうことで言えば、これ柿なんですけど、柿もボサボサです。まあ、柿はほとんど作ってないんだけどね、僕はね手つかせてこんなになっちゃってます。もともとはもらいもんだったな、これ確かな。寝伏せっていうの、ヤゴメのこんな木、柿はなんか曲げて作る木が全然なかったんで、まあ今もないけどこんな木です。まあ、乾いてるやつもあるからついでに剪定して
植え替えまでやっちゃおうかな、いくつか。よし、一応とりあえず2本持ってきました。これはもともと何こういうとこから生えてきたヤゴメを取った木だと思うけどな。まあ寝伏せに入るんだろうね、そういうのもね。だからでも何年か経ってるからな、もらってから実はつくと思うけどあんまりつかないな、まだ株が弱ってるのかもしれません。さあこれは簡単だよ、剪定はね、切り詰めていくだけです。花も終わった後だから簡単な作業で別に植え替えまでやっちゃおうと思います、今回は。それにしても春は植物の成長は早いな。どっちからやろう、こっちでいいか。よし、こっちから剪定していきます。頭この毛そんなほど調子ないな。どうなってんだろうこれ、幹の上から出てきてるんでこれいらんだろう。いいじゃん、ここは枝が揃ってるんで、どうしようかな、こうしようか。で、そうすると全体にちっちゃくできるんじゃないかな。頭が2つになるんでここ外ししましょうかね、まあ、こんな感じでここちょっと悩むな。これな、同じとこに3つ並んでんな、どれがいらねえんだ。これ詰めてみようか、まあ、しばらく買ってもいいか。はい、1本剪定終了。よいしょ、こんな感じで全部やってきますよ。これ映んないんじゃないかな、ひょっとしたら入ってるカメラに入らないね。よし、やっぱこんな感じでこの木もやっていきます。はい、剪定終わりました。まあ、こういう大きい木は上手に映りそうもないのでささっと終わらせちゃいましたよ。こんな感じの木です。ちょっと乾いてる木を持ってきたんでね、植え替えれると思うんで植え替えちゃおうと思います。鉢から抜いてみたらこんな感じのね、ダウン鉢の方がポットよりいいのかな。これね、回ってないよな、ちょっとポット嫌がってるのかもしんないな。ダウンバチの方がいいかも。まあいいや、ちょっとほぐしてみましょうか。ね、ほぐしてみましたけど、実はビニールポットの方が根の状態はいいようです。意外だったな。要するに鉢に留めて針金で留めてあったので成長阻害したかも。こっちポットは止められないんでね、どん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 下に伸びてって、こうなって元気がいいな。まあそれは葉っぱの数にも影響してるのかもしれない。意外だね、ポットはやっぱり調子いいんだよね。あったかくなるからね、根がね。よし、一っぽい根っこしてんだ。さあ植え付けましょうかね。あ、根処理しなきゃ、その前に、はい、こんな感じで根を剪定しておきました。ちょっと太いのいたね。まあいいけどだけどこれすごいな、ここの太さよりこっちの太さの方が太いぞ、根が。どういうことよ。まあいいや、ボサボサに茂ってた柿も剪定してついでに植え替えまでしておきました。なんか似たような樹形だったね、この2本ね。柿はね、6月でも植え替えるって言うけど、まあ過去の経験では6月でいいことなかったと思うんで、まあこの今は5月ですけどね、5月の段階で植え替えしておきました。まだボサボサな木がいっぱいあるんで剪定急ぎたいと思います。まあついでに柿は植え替えちゃうけどね。はい、
これにて終了。さ、僕はちりめんの植え替えに戻りましたよ。こいつちょっと急がないといけないんでね、これ植え替える前にね、剪定しなきゃいけないんだな。まあこういうちょっと遅い植え替えの中で大抵の木は大丈夫なんですけど、一番心配なのがちりめんです。時々やられるからね、気をつけないと。そう、これね、枝ごとにやっていかないと分かんないんだな、こういうやつ。枝と枝の分かれ目、まあこれ一種のバリカン狩りってやつだよね。で、葉っぱのあるところを見ながらできる限り戻っていく感じで切っていって、で、串で解くようにね、間違った方向いってるやつがたまにいるんで、こんな感じで全部刈り込んでいきましょう。まあ、ちょっと多いかな、ここら辺減らしてもいいんですけど。よし、いいな、特に間違えてるのなさそうだね。はい、終了。剪定まで終わりました。ざっと刈り込んじゃいました。こんな木でした。こんな木だね。はい、植え替えます。またダオンバチに植え替えますよ。我が家はどうもちりめんかずらの生育悪くてね、ちっちゃな鉢入れると大抵調子悪くなっちゃう。この木も一回調子悪くなったんだよね。で、今ダオンバチです。さ、ダオンバチの方に入れます。で、出てこない、参ったな、ダオンバチから出てこない。どうよ、出ました。こんなねです。健康そうだね、いい感じです。いいよ、こんな粘りがいいって言うけどな。傷んでないといいんだけど、大丈夫そうかな。あ、大丈夫だね。いいねでした。いい感じです。処理しようか。ちょっと植え替え時期が遅いからできるだけ多めに残したいけどな、根っこは。いいな。よし、はい、できました。うちはちりめんかずらの生育あんまり良くないんでね、やっぱビルの屋上合わないと思うんだけど、それでまあ小さな鉢はちょっと大抵調子悪くなっちゃうんで、ダオン鉢で育てるようにしてますけどね。まああちこちの盆栽園で見て、ダオン鉢のね、深めで育ててる園が多いんでね、まあ真似してやってますけどね。水切れに弱いっていうかね、まあ、耐陰性が強いんで日陰でもよく育つんだけどな。ちょっと根が細かいんでね、しっかり隙間に引き込みたいね。はい、出来上がり。植え替えが終わりました。こんな木でした。ちょっと植え付け角度変えて倒してみましたけど、まあもっと倒してもいいのかな、起こした方がいいな、ちょっと角度違ってるかも。こんなものがいいかな、ひょっとしたら。うん、まあいいや。この木も挿し木からで、どういう挿し木だったかな、箸ぐらいだったかな、もうちょっと太かったかな、もうちょっと太かったかもしれないな。曲げて作った記憶がありますけど、ずいぶん長いこと持ってます。太るもんだね、ちりめんもね、太らない樹種だと思うけど。はい、終了。